平成13年台風第11号は2001年8月に日本に上陸した台風である。前年の2000年に日本に上陸した台風はなかったため、台風が日本に上陸したのは1999年の台風18号以来およそ2年ぶりとなった。進路図8月14日にマリアナ諸島近海で発生した台風11号は日本の南海上を 北西から後北東へ進み、二十一日十九時過ぎに、和歌山県田辺市付近に上陸。上陸直前の勢力は、中心気圧九百七十ヘクトパスカル、最大風速秒速三十メートルで、当時の階級で、大型で波の強さであった。二十二日四時過ぎに、三重県南部を通過し、十二時頃に、静岡県沼津市付近、十四時過ぎに、神奈川県藤沢市付近、 15時半頃に千葉県船橋市付近にそれぞれ再上陸した後に東北地方の三陸沿いに進み23日3時に三陸沖において熱帯低気圧に変わったこの台風は速度が遅かったために長期間影響が及んだ台風の影響で紀伊半島を中心に大雨となり 三重県大和市大和では21日の飛行水量が549ミ、mm、リメートルに達したのをはじめ、東海、甲信、関東地方では、平野部でも一部で、期間降水量が200ミリメートル前後になった。また、三重県津市で最大風速秒速24.8メートルを観測したほか、和歌山県串本町塩の岬で、 最大瞬間風速秒速38.2メートルを観測するなど、西日本や東海地方で最大瞬間風速が秒速30メートルを超える暴風となったところがあった。なお、この年の夏は猛暑が続いていたが、この台風通過後には一気に涼しくなるが、8月の終盤から残暑が厳しくなった。なお、当初の予報では、 小笠原諸島からそのまま北上し、関東地方や東北地方の太平洋側を通過するものと見られていた。この台風によって死者6名、行方不明者1名、負傷者29名の人的被害が確認されたほか、重火半壊、一部損壊166棟、床上浸水300棟、床下浸水882棟などとなっている。ありがとうございます。